ビルヘルム2世、ベルンハルト・フォンビューロー・デイリー・テレグラフ事件は、1908年10月28日、デイリー・テレグラフが見に、ドイツ皇帝ビルヘルム2世と、イギリス陸軍大佐、エドワード・ジェームズ・モンタギュー・スチュアート・イコール・ワートリーの、対談が掲載され、英独両国の世論の怒りを招いたスキャンダルである。スキャンダルの発端は、ビルヘルム2世が休暇で、イギリスに滞在中、 ワートリー大佐と何度か個人的に対談したことにあった。なお、ビルヘルム2世はイギリス王女ビクトリアを母に持ち、英語は堪能であった。ワートリー大佐はインタビューを恣意的に要約し、それをデイリーテレグラフに送りつけた。デイリーテレグラフでは従来通りきちんとベルリンに原稿を送り、内容の確認を要請した。これ以前にビルヘルム2世は、 不注意により何度も失敗していたため政府にその確認を委ねることにした。本来この仕事は帝国最小のベルンハルトフォンビューローに与えられるべきであったが彼は休暇でノルダー内に滞在していたため書類に目を通すことなく次に回した。ところが広報室長のオットハマンも休暇中であったために原稿は 外務省の下級管理の手に渡り、確認のサインがされてしまった。ただし、ビューローが、本当にインタビューを読んでいなかったのか、いろんな余地があるところである。例えば、ペーター・ビンツェンの最近の研究ではビューローが読んだ、ことを前提に議論しているものの、以前のビューロー電気は、この点について会議的である。インタビューについての国際的な憤慨の声は、 ビルヘルム2世の発言の中でも次の4点によって引き起こされたものである。こうした不要意な発言は思い上がりと外交上の配慮のなさに大きな特徴があった。世界政策上のイギリスとの競争の中にあって人々は皇帝がイギリスに取り入ろうとしたり政府組織が紛れもなく無視料で無能であることに立然とした。危機の頂点にあった。 ビルヘルム2世が風変わりな気晴らしに先進するために、フィルステンベルクコーマックス・エゴン2世のいる、ドナウエシンゲンに向かったことで、事態はさらに悪化した。事件を収集する過程で、最小ビューローは、辞職を願いで、ビルヘルム2世の退位を要求する世論まで、紛失するなど、事態は、本物の国家的危機にまで発展した。 ビューロはとりあえず最小の地位に留まったものの、インタビュー記事の検閲で見せた、自身の無能ぶりから注意をそらすためもあってか、これ以降は皇帝から距離を取るようになった。仲介を受けて二人の間で階段が持たれたものの、これがかえってビューロ辞職の一員ともなった。その一方で、かねてから皇帝の個人支配に忠実なグループへの不満がくすぶり続けていたこともあり、 立憲君主として政治や軍事などに口を挟むなという声が強まった。帝国議会では常に皇帝を支持していたドイツ保守党ですら皇帝の軽率さに憤慨する始末だった。大元相互の癖があった皇帝もさすがにこれには懲りて以後は軍に関する発言を明らかに控えるようになった。事件を通してドイツ国民にとって 帝国憲法が不十分な状況であることが改めて明確になった。また、日本においては、従来は、新独派が多かったが、ビルヘルム二世即以後の日本を挑発する一連の発言及び行動により、反独感情が急激に高まり、第一次世界大戦において、日本の対独人戦を招く永遠になった。ありがとうございます。